Walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way. Up and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise. Up, no, I won't stop. It is my こんにちは、こんにちは、新井ですね。はい、今日とても天気が良くて、はい、このこうちょっと後ろに見えるのはこのグランドゴルフなんですが、されてますね。はい、なんか今日ね、はい、SDGs の3番と11番ということで、はい、あの健康と福祉と、はい、あと住みやすい地域ということで、はい、はい、那須の西条グループの高橋正人と申します。よろしくお願いします。はい、辻田優子です。よろしくお願いします。はい、これは本当にもうお客さんからの声ですね。矢板がオープンの時にもう本当にいろんな方来ていただく中で、グランドゴルフ街の方がこうクラブ持ってウェアのままグランドゴルフ大会とかやらないの、つむぎさんでっていう風に言っていただいたんですよね。で、まあ、じゃあちょっとこれは面白いかなと思って、じゃあやってみようかっていう風に思って、すごいこう軽い気持ちで始めたのが今日やっと形になったっていうので、皆さん楽しんでいただいて、あの経験者の皆様方にご指導、ご指示をいただいて、今日無事に開会式を、まあ、できたのかな、で今やっていただけてるのかな、プレイしていただけてるのかなっていうところですね。はい、開式いたします。よろしくお願いいたします。まあ、何よりも天気がすごく良くて、あの非常に気持ちいい気候の中、あの進められるっていうことが、本当に皆さん参加していただいた方々のご協力あって今回開催することができましたので、本当にもありがとうございます。もしかしたら初めての方もいらっしゃるかと思いますので、自己紹介等していただいたり、準備運動していただいて、怪我のないよう楽しくプレーしていただければと思います。それぞれ皆さんホールの方へ移動いただきまして、ご準備の方お願いいたします。よろしくお願いします。全部で86名参加していただきました。あら、いいじゃないですか。あら、さすが。おー、すあれ、一番後ろでね。こんにちは。入った。入った。ホールインワン。ホールインワン。あ、ナイス。さすが先輩。はい、正解です。何？2打です。2打、イエイ。あ、2打すごい、イエイ。あ、イエイ。2打。あ、3。ハーですよね。大体。はい、2打。初めての方、デビュー。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 皆さん、デビュー。ダメです。あれ、やだ。取らないで。恥ずかしい。やだ。今日、調子はどうですか？調子悪いの。全然入らない。あ、そうですか。いっぱい打っちゃった。あら、うん、じゃあまた頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、甘栗じゃない。山栗、山栗はこの半分に。
こういうのがいいですね。こういうのが楽しみです。たまにはね。ありがとうございます。そう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 。らしい。参加者のお母さんにも。いやもう本当に最初の感想としてはすごい皆さん楽しんでやっててもらったんで本当にそれで良かったなっていう感想ですね。まあ、来年も10月の初めぐらいをめがけて定期的にちょっと開催はして皆さん楽しんでスポーツして健康を維持してもらうっていうのもあると思うのでぜひ参加していただきたいなっていう。やっぱりこれってあの知らない人と同じ組になって回ったりとかっていうのもあるので今日初めましてで一緒に回って終わる頃にはあのすごく仲良くなってっていうあのコミュニティのつながり作りにもなってくると思うんですよね。女性の部第1回紬杯優勝は鈴木春江さんです。鈴木春江さんスコアが80、スコア80ですね。ホールインワンが1回、2打が13回となります。ありがとうございます。鈴木さんじゃあこちらへどうぞ、こちらへどうぞ。おめでとうございます。優勝の盾ですね、優勝の盾、初めての盾です。ありがとうございます。あと副賞ですね、副賞も渡しさせていただきますのでお使いいただけたらと思います。おめでとうございます。夢のようです。こういうこと私も初めてですからとても嬉しいです。第2位の方です、栗原秀子様。栗原コアが80、同じく80でしたね。皆さん拍手お願いします。おめでとうございます。びっくりしました。はい、では第3位の方ですね、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ラッキーだっただけです。6位、はいはい、ありがとうございます。一言、ありがとう、嬉しいです。83、恥ずかしい。1位の方、ありがとうございます。ありがとうございます。13位の方、ありがとうございます。4位の方、15位の方、17位の方、17位の方ですね、はい、おめでとうございます。紬杯第1回紬杯男性の部優勝は藤原勇さん。藤原勇さん、お進みください。スコア70、ホールインワンが2回、2打が19回となります。おめでとうございます。はい、どうも、いただきます。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。次が2位の方ですね。2位の方になります、橋本俊之さん。橋本俊之さんになります。スコア72、ホールインワンが2回、2打が14回となります。おめでとうございます。おめでとうございます。第3位の方です、スコア76、ホールインワンが1回、2打が17回となります。おめでとうございます。一言ください。はい、どうも。はい、11位の方、おめでとうございます。17位の方、13回となります。ホールインワンが0で2打が16回となります。ねちっこく頑張りました。はい、以上で男性の部20位までの表彰とさせていただきました。皆さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。改めて皆さん大きな拍手をお願いいたします。
じゃあ最後に、そのままで大丈夫なので一言だけ私ご挨拶をさせていただければと思います。本当にもう、皆さんが参加していただいたから、この大会が応援できたらもうやっぱりお客さんの声からこういうイベントって生まれてきたっていうところがあるので、こういうのやってほしいとか、こういうのできないのとか、こういうの私やってるんだけどどうっていうのがあれば、もうどん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 言っていただきたいなっていうふうに思ってるっていうのが一つ。あとはもちろん僕らはそのお葬儀屋さんではあるけども、何もその葬儀だけを扱っているわけではないので、じゃあどういうふうにこう楽しんで人生を送れるかっていうところも一緒に考えていけたらっていうところは常に考えてるところはあるので、まあ、そういう意味でも、まあ、困ったこととか何でも相談はいただきたいなっていうのがありますね。今後もやるということで、はい、はい、続けていきますね。じゃあ来年もまたお楽しみにですね、はい、お楽しみによろしくお願いします、まあ、これに限らず今後の那須の最上さんのイベントも目白押しですから、はい、そうですね、ぜひチェックしてみてくださいということで、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい。